こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、一重と合わせどっちにするというテーマでお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。と合わせ問題というのはとても今年の夏のように暑くなりますと、もう私も今年の夏は浴衣ばっかり着ていましたけれども、着るお着物が変わってくるんですね。夏のお着物をたくさん持っていても長襦袢着て夏の着物着たくないわということで長襦袢を着ない浴衣になっていますが、残暑も厳しかったりしますと、9月は一重っていうのは分かっているけれども、10月も一重にしたい、11月も一重にしたいというふうに一重の出番がとても多くなってまいります。私も一重結構たくさん作りました。ということで、お着物を新しく作られる方が一重にしようかしら、合わせにしようかしらと悩まれる場面がきっと増えていらっしゃると思うんですね。ではどちらにすればいいかということについてお役に立つと思いますので、それについてお伝えをしたいと思います。初心者の方はこういう問題に遭遇しますと、なんかその両方を使えるような仕立て方があるみたいよ。胴抜きって言って裏を少ししかつけなくて合わせなんだけど裏がついていないっていう仕立て方ができるみたいよ、だからそうしようかしら、それができるかしらっていうふうに考えられる方も多いかもしれませんね。そういう仕立て方ができます。胴抜きというのもちょっとお伝えいたしますね。胴抜きというのは結局裏を抜くので、いろんな抜き方があるんですね。例えば身頃に関しては身頃の胴裏をつけない、それから下の八掛けはつけます。八掛けというのはお袖にも影響してまして、八掛けと袖口布という袖から少し出る布が一緒にセットで売られているので、八掛けを買ったらだいたい袖口布が同じ色がついてくるんですね。ですから袖口布をつけるということは袖の身ごろもつけるということで、袖は裏がついている、ここから下も裏がついている、だけれども背中だけつけないという胴抜きもあります。そうすると八掛けがあります、裏もついているように見えます、ここから袖口布も見えます、ということで合わせと違いがないわけですね。背中の部分だけ胴裏がついていないので、その分涼しいです。でも最近はですね、袖口布を見せたくない、つけるんだけど見せたくないっていう方も多いんですね。以前は重ねの美学ということで、たくさん着物を重ねていてその色合わせを楽しみますというようなことが着物の楽しさよという部分もありますので、それを楽しむ方も多かったんですが、最近は粋な方というのはここから違う色が出てくるとその色が邪魔になるとかって考えられる方もいらっしゃるんですね。私も最近そういう傾向があって、ここから色が出るのはあんまり嬉しくないです。というのは、帯や帯締めの帯揚げのコーディネートをしている時に、ここに違う色があったら、うるさい、邪魔、余計なことしないでっていうような、そういう感じにもなるわけなんですね。ですから、じゃあ袖口布の色の意味がなくなっちゃうじゃない。ということで、涼しくしたいんだったら袖裏はつけなくて下の八掛けだけつけるっていうこともできるんですね。そしたらここが一重に見えて、ここが合わせに見えるのっていうような、そういう問題も出てくるんですね。それから、じゃあ八掛けだけつけて胴裏は使わないですかというと、胴裏を使わないで八掛けだけつけますと、八掛けって途中までしかないので、八掛けを縫い合わせている縫い目が少し見えたりするんですね。それでいいなら八掛けだけつけてください。でもそれが嫌だったら、八掛けからここの部分まで少し胴裏を使いますっていう、そういう胴抜きもあるんですね。ですから、いろんなことが仕立てはオーダーメイドなんだからできます。できますが、私はそういうことはしていなくて、合わせにするか一重にするかとしか考えないんですね。一重の時は下の意識当てをつけますから、後ろの部分には裏がつきます。前の部分は裏はつきません。お袖にも裏はつきません。完全な一重です。合わせだと全部胴裏と八掛けつけるので裏が全部
つきます。この2者選択で私は言っています。結局一重が長く使えるっていうようになったので一重の枚数が増えるんですけど、それをじゃあ11月に一重を着ていたらおかしいかしらって考える方は多分とても少なくなっていると思うんですね。暑いんだからいいんですよ。ですが冬になったら寒いです。冬になったら寒いから裏がある方が嬉しいんです。ということはつまり一重も役に立つ、合わせも役に立つ、どっちも必要です。その中間があったとしても中間は中間として役に立つけれどもどちらも必要なんですね。ということで私は合わせを作るか一重を作るかということで一重の枚数が増えてきました。例えばですねこういうふうに黒いお着物の出番は多いんですけれどもこれってどうよっていう時に出番が多いわけで、対男性と一緒にお会いする機会も結構あるんですね。その時に男性に対してこういう黒い着物を着てても意味があんまりないなっていう感じがするんですよ。例えば背広の方たちとかとお会いする時に私黒着ません、黒着ないでピンクとか紫とかっていう色を着ます。だってそうしないと私の存在感があんまりなくなっちゃうんですね。同化してしまってはつまらないということなので相手に合わせて色を変えますから、ということでピンクの着物の枚数がなんか増えてきちゃったんですね。これは完全に相手が男性っていう場面が多いんだと思います。ですから合わせを3枚ぐらい持ってるんですけれども、一重もピンクが欲しいなと思って一重を作りました。ということで両方持っているというような状況です。ですから皆様もあんまりあれこれ考えてもしょうがないので、一重は一重として使う、合わせは合わせとして使う、どちらもあり、そして同裏になさりたい方はそういう方法もあるというふうに考えられたらいいのかなと思います。今は季節の着物の決まり事よりも気象対策がとても重要になってきていますので、一重じゃないからどうかしらとか合わせじゃないからどうかしらとおっしゃる方はこれはそっちがおかしいので、体を守って快適に着物ライフを楽しんだ方がいいと思います。今日の内容が皆様のお役に立てば嬉しいです。ご意見やご質問があればコメント欄からお寄せください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。